横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の東、対するカープの先発は左のジョンソン、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の東、登板です。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは西川、投げた、打った、フラフラッと上がった、マウンドの左掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。背番号33。次は4球目、投げた、打った、流し打ち、ロペスダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9、投げた、初球を打ちました、掴んで、これで3アウトになります。東、この回ピシャッと3人で抑えています。ベイスターズ、まずは無得点に抑えました。バッターは筒香。第9、投げました、カットボールはボール。さあ、次の投球、投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、きた、いった、一直線、伸びた、場外ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、ストレートを完璧に捉えました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッター、外のボール引っ掛けた、ロペス掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。背番号5。第2球、投げました、打ちました、打球はセカンドの右、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番相澤、投げた、打ちました、芝ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。東、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。3回の表、3点を追いかけますカープの攻撃。この回の先頭バッターは堂林。第9、投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、初球を持っていかれました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。左バッターボックスには小園。第9、投げた、初球を打った、1、2塁間の打球破った、小園、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャージョンソン、打った、三遊間へのゴロ、破ってった、ボールは中継、ジョンソン、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第9、投げた、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか、カープさらに1点を返しました。西川タイムリー、ベイスターズなおもピンチが続きます。さあ、リプレイです。さあ、ノーアウトランナー一塁二塁という場面で菊池、ネクストバッターサークルに控えているのは鈴木。第9、投げた、初球打ってきた、抜けた、ライトバックホーム、菊池、いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。打ちました、一二塁間へ、ファースト強襲、セカンドフォロー、ベイスターズ追いつかれました。ベイスターズなおもピンチが続きます。東、ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。投球はこれから3球目、打ちました、伊藤、落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。次は4球目、投げました、これは引っ掛けた、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
3回の表が終わって3対3。ベイスターズ、この回3点奪われ同点とされています。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で筒香、緊迫した場面が続きます。打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越した。さらにレフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、初球を完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。チームメイトが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは相澤、最初のバッター、打ちました、これは平凡なレフトフライ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは堂林。1球目ストライクから第2球、打ちました、山取った、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番小園、投げました、打ちました、センター前に出る、ヒット、小園ナイスバッティングです。バッターはピッチャージョンソン、投げました、打った、芝ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。4回の表が終わって5対3、ベイスターズ2点リードは変わりません。カープ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは西川、打ちました、1、2塁間の当たり、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番菊池、これが3度目のバッターボックス。第1球、投げました、打ちました、初球打ち、ショート右へのゴロ、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番鈴木、今日はショートライナー、外角低め、見逃し三振、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって5対3、ベイスターズ2点リードは変わりません。ベイスターズリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている筒香、投げました、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、ソロホームラン、3打席連発、初球をうまく捉えました。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは松山、今日はファーストフライとファールフライ、これは引っ掛けた、ロペス下がっていった、ファースト掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。バッターは5番長野、今日はセカンドゴロとショートライナー。第5球、投げた、150キロ直球、空振り三振。右バッターボックスには相澤、今日はセカンドゴロとレフト流し打ち、どうだ、取りました、これでスリーアウト、東三者凡退に抑えています。6回の表が終わって6対3、ベイスターズ3点リードは変わりません。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは堂林。第9、投げた、打った、ファーストの横、ロペス掴んだ、ロペス一塁踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9、初球を打ちました、セカンド右横のフライになりました、セカンドが落下点に入りました、芝取りました、これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターはメヒア、メヒア背番号90。さあ次の投球、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。満員の横浜スタジアム、その上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。カープ、この回は打順よく1番からの攻撃、左バッターボックスはトップ、あっと引っ掛けた、芝バックしていった、セカンドをつかみました、これでワンアウト、ランナーはありません。第9、あっと引っ掛けた、キャッチャー落下点、ファールグラウンド、ボールをつかみました。第9、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、またランナー一塁蹴って二塁も狙う、鈴木ツーベース、代打は磯村に代わりまして、磯村背番号45。第9、
初球打って出た、レフト前クリーンヒット。磯村いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。投げた、打ちました、引っ掛けた、これは内野へのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。2者残塁。8回の表が終わって6対3、ベイスターズ3点リードは変わりません。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で筒香、今日は3安打猛打賞。打った、これは強烈、いった、一直線場外への特大ホームラン、ソロホームラン、4打席連発、初球から思い切っていきました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあいよいよ最終回、トップバッターは相澤、今日はここ打ちました、センター前進、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打野間、第3球は打ちました、山掴みました。さあいよいよあと1人、左対左の勝負になります。ベイスターズここは、ね、打ちました、三遊間の当たり、一塁へ送る、アウト、ゲームセット。東見事な完投勝利です。ベイスターズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき